アイティルと SLA の計算問題。おはようございます、マサルです。今回はサービスマネジメントの分野からアイティルと SLA の計算問題を一緒に勉強していきます。それでは始めましょう。令和3年春、問い45。アイティルに関する記述として適切なものはどれか。あ、IT サービスの提供とサポートに対してベストプラクティスを提供している。い、IT システムの開発とその取引の適正化に向けて作業項目を一つ一つ定義し標準化している。う、ソフトウェア開発組織の成熟度を多段階のレベルで定義している。え、プロジェクトマネジメントの知識を体系化している。どれが正解でしょうか。それでは正解の発表です。正解は、あ、IT サービスの提供とサポートに対してベストプラクティスを提供しているのがアイティルです。それでは解説していきます。アイティルは IT サービスマネジメントを実施した企業やコンサルタントの成功した事例、ベストプラクティスを集約し、書籍化したもののことを言います。なお、ベストプラクティスというのは、結果を得るために最も効率の良い技法や手法、プロセス、活動のことを言います。ベストプラクティスを参考にして IT サービスマネジメントを実施することで失敗のリスクを低減させることができます。アイティルとは IT サービスを提供するためのベストプラクティスをまとめたものであることを覚えておきましょう。ではその他の間違い選択肢も確認しておきましょう。イの選択肢は共通フレームに関する記述です。共通フレームとは SLCP に日本独自の記載を盛り込んだガイドラインのことを言います。なお、 SLCP とはソフトウェアライフサイクルプロセスの略です。ソフトウェア開発の工程はソフトウェアの規模や関わる人によって認識の不一致が発生する可能性があります。 SLCP を利用することでソフトウェア開発に関わる人たちが共通認識を持ってコミュニケーションできるようになります。その SLCP に日本独自の盛り込んだガイドラインが共通フレームです。では次の選択肢です。うの選択肢、こちらは CMMI の説明です。 CMMI は組織のプロジェクトマネジメント力を5段階で評価する指標です。客観的にプロジェクトマネジメントの能力を評価することができるようになるので、プロセスの改善意識を高めることができます。5段階の評価とは、プロセスが何もない初期レベル、プロセスの基本が存在する管理されたレベル、各プロセスが標準化されている定義されたレベル、明確な数値や数量で管理されている定量的に管理されたレベル、継続的な改善を続けている最適化しているレベル、この5段階で評価されます。他の選択肢も確認しておきましょう。Aの選択肢はピンボックに関する記述です。ピンボックとはプロジェクトマネジメントのノウハウをまとめた書籍であり、現在はプロジェクトマネジメントを行うための技法として世界標準になっています。ピンボックではプロジェクトマネジメントにおいての知識を10の知識エリアで定めています。詳しくは46のプロジェクト結合マネジメントでお話ししているので、そちらを参考にしてみてください。では問題を見直しましょう。アイティルに関する記述として適切なものはどれか。正解は、あ、 IT サービスの提供とサポートに対してベストプラクティスを提供している。こちらが適切です。では次の問題です。令和6年、問い38。あるシステムの運用において利用者との間で SLA を交わし、利用可能日を月曜日から金曜日、1日の利用時間を7時から22時まで、稼働率を 98% 以上で合意した。1週間の運用において障害などでシステムの停止を許容できる時間は最大何時間か。あ、 0.3 時間、 い、 1.5 時間、 う、 1.8 時間、 え、 2.1 時間。どれが正解でしょうか。それでは正解の発表です。正解は、い、 1.5 時間が正解です。それでは解説していきます。この問題は SLA の計算問題です。よく文章を読めばわかる問題なので、落ち着いて情報を整理しながら計算していきましょう。まずは SLA で合意している内容を確認します。利用可能日を月曜日から金曜日、1日の利用時間を7時から22時まで、稼働率を 98% 以上で合意しています。まずは1週間の運用が何時間になるのか考えていきましょう。1日の稼働が7時から22時の15時間、
1週間の稼働が月曜日から金曜日の5日間です。つまり15時間 ×5 日間で1週間の運用が75時間であることが分かりました。次に稼働率が 98% の場合の時間を求めます。75時間に稼働率 98% をかけると73.5 時間と算出することができます。つまり SLA では75時間の中で 73.5 時間は利用できることを約束しています。では最後に問題文で求められているシステムの停止を許容できる時間を求めましょう。許容時間は全体の75時間から稼働を約束している 73.5 時間を引けば算出することができます。正解は 1.5 時間です。ちなみにこの SLA を皆さんはどのように感じますか？1週間利用していて 1.5 時間は故障して利用できない可能性があるけどそれは我慢してねという約束です。この SLA はシステムとしての可用性が著しく低いシステムだと言えると思います。計算しやすいようにこのような値にしたのだと思いますが、今回出題している SLA だとお客様納得してくれないと思います。では問題を見直しましょう。あるシステム運用において利用者との間で SLA を交わし、利用可能日を月曜日から金曜日、1日の利用可能時間を7時から22時まで、稼働率を 98% 以上で合意した。1週間の運用において障害などでシステムの停止を許容できる時間は最大何時間か。正解は1.5 時間です。問題文から必要な情報を整理して答えられるようにしましょう。それではここでブレイクタイムです。試験対策としては覚える必要はありませんが、今回の勉強内容を少し掘り下げてみたいと思います。今回は ITIL について勉強しました。 ITIL とはサービスを提供するための管理・運用規則に関するベストプラクティスをまとめた書籍群のことでしたね。 ITIL には認定資格があります。 IT サービスの運用を行う人はこの資格を取得すると業務に役立ったり職場で評価されることがあります。 ITIL の認定資格にはいくつかの種類がありますが、最初のステップ、ファンデーションは誰でも受験をすることができます。なお、合格率は公表されていませんが、約 50% 程度と言われています。受験方式は IT パスポートと同じく CBT 方式で、コンピューターを使って受験します。資格、試験料は 67,793円。とっても高額ですよね。もし会社で資格取得の支援制度があれば、支援制度を使って受験するのがおすすめです。なお今回紹介している情報は動画作成時の情報です。受験をするときには最新情報を確認するようにしてください。それでは最後に復習です。令和3年問い45、 ITIL に関する記述として適切なものはどれか。正解は A、 IT サービスの提供とサポートに対してベストプラクティスを提供している。次の問題、令和6年問い38、あるシステムの運用において利用者との間で SLA を交わし、利用可能日を月曜日から金曜日、1日の利用可能時間を7時から22時まで、稼働率を 98% 以上で合意した。1週間の運用において障害などでシステムの停止を許容できる時間は最大何時間か。正解は1.5 時間です。それでは今回も最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。もしよろしければ IT を勉強するお友達に動画をシェアしてもらえると嬉しいです。最後にお知らせです。マサルの勉強部屋が運営するオンラインコミュニティでは一緒に勉強する仲間を募集しています。チャンネルメンバーシップに登録すると Discord で行われるオンラインコミュニティに参加できるようになります。詳細は概要欄をご覧ください。オンラインコミュニティでは勉強だけではなく横のつながりが作れるような様々なイベントを用意して皆さんが楽しく成長できる機会を提供しています。皆さんと一緒に勉強できるのを楽しみにしています。